愛知のダラダラジオ、はい、ということで今週も始まりました愛知のダラダラジオ。先にね言わなきゃいけないのが、まあ声はそんなにおかしくないかもしれないんですけれども、今撮影している時がですね、私喉をちょっとやらかしてしまってて、だいぶ声は出るようになってきたんですけど、いかんせん咳がですねものすごい出てしまう。もしかしたら多少の咳はそのまま乗っけちゃうかもしれないんですけど、むせた時とかはダラダラジオ編集入れないっていう風にしてるんですが、ちょっとカットが入る不自然なちょっとね音のズレとかが起こってるかもしれないんですが、今週はねそういった理由があって編集している可能性があるというのでご容赦ください。よろしくお願いします。先週ですね、息子くんとの緊急会議かっていうダラダラジオをね喋らせてもらったんですけど、あれがですねちょっと反響があって、でいつもよりも2倍近くのねまず聞いていただけたっていうところと、あといろんな方からね連絡をいただきました。で結構子供お子さんもそうだね、学生のみんなもそうなんですけど、やっぱ親御さんからも割と結構多くて、でちょっとこう踏み込んだね相談質問等もあったんですよ。でまあね、今回多かったで、今回テーマとしては子供側もそうだし親側もそうなんだけど、やっぱりその距離感のつかみ方で、それは特に思春期ですよね。中学生とか高校生の思春期になった時に学生のみんなもやっぱり距離感がなかなか難しかったりするし、で親御さんの方もどう接していくと、迷惑にならないというか我が子のためにいいのかっていうのがやっぱり分からない。家族といっても他人ですからね。そうだからそれで結構相談があったので、自分はまだねうちは息子は思春期ではないので、実際自分の息子に対してっていうところはお伝えすることはできないんですけれど、もともと塾講師でいろんなねお子さん見させてもらっていく中で、割と、その思春期の子どもの思いとか親御さんの思いっていうのは自分二者面談をねすごいずっと子供との二者面談、親御さんとの二者面談をやってた人間なので、割とこういろんな話を聞いてきたと思ってる自負はあるから、そこでちょっとねお伝えできたらなと思っております。で今回特に学生のみんなにさ、なかなか親とコミュニケーションが取れない、一回しかも取れなくなるとさなかなか難しいじゃん戻すのって、何喋ったらいいかもわからんってなるだろうし、で例えばありがとうとかさごめんなさいっていうのは言った方がいいんだけど、つい無視しちゃったりとかあると思うんだよね。でさ、なんか思春期ってそういう時期だからある程度は仕方ないって別に思ってるんだけど、本人がそれで自己肯定感が下がったりとかそういう風にしちゃってる自分が嫌いとかね、思っちゃうんだったらやっぱり話は別だと思うんです。でさ、ありがとうっていう言葉あるじゃないですか。でありがとうっていう言葉っていうのは、これありがとうとごめんなさいっていう言葉すごい大事だと思ってて、少し話がね逸れてしまうんですけど、いただいた質問の中にね、息子さんに、息子にねどういうふうになってほしいですかっていう、どういう大人になってほしいですかっていう質問があって、これいつもよく決まったことは言うんですけど、ありがとうとごめんなさいが素直に言える子になってほしいっていうのが私の思いなんですよ。まあ、もちろんね他人に対して思いやりがある子とかそういうのも思いますけど、なんか一番それを元をたどっていくと、ありがとうとごめんなさいが素直に言える人がいいなって思うんですね。でも、思春期のやっぱ距離感がうまくつかめない時っていうのはそれがなかなか言いにくくなってしまう。でこれは子供側だけじゃなくて親御さんの方も言っても届かないんじゃないかってついついこう言わなくなっていってしまうんですよね。でやっぱりそうするとハードルが高くなっちゃうんですよ、ありがとうっていう言葉の。皆さん最近親御さんにありがとうっていう言葉言った記憶あります？まあこれは別にね全然ある子はあるでしょうけど、でもし今ねありがとうっていう言葉を言うのがこっぱずかしかったりとか、例えば塾のさ送迎してくれてる方もいると思うんだよね。ね、いつも送迎してくれてありがとうなんてなかなか言えないじゃないですか。でもしありがとうっていう言葉がちょっとハードルが高かったら、俺おすすめしてる言葉が一個あって、ご飯を作ってくれることが前提になっちゃうんですけど、
例えばお父さんとかお母さんとかね、ご家族の方がご飯を作ってくれた時にもうね、作ってくれたとしたら、例えばその中で一個美味しいのがあったらさ、今日のほにゃらら美味しかったよみたいな、そうっていう感想を一言言う。もちろんそこにね、ありがとうがつけれたらいいですけど、まあ、そこがつけられなくても、うん、今日のほにゃらら美味しかったって言う一言って、俺すっごいプラスの効果があると思ってるんです。これで、これは多分料理をされる方だと分かると思うんで、俺料理が好きなんで料理するからさ、自分にとって大事な人、大切な人に自分が作った料理を褒められるってめちゃくちゃ嬉しいんですよ。これね、みんな覚えといてだから逆にね、口に合わないとすげえへこむんだけど、そうだから、まあね、こうもしかしたらご家族によってはなかなか料理を作れないね、親御さんが忙しいっていうこともあるかもしれんけど、でもし料理をね作ってくれる親御さんだったりしたら、その一言、まあ、ほにゃらら美味しかったみたいなことだけでも言えるといいかな。でそれにプラスできるんだったら、まあ、ありがとうプラスできたらいいんだけど、他の言葉でいいんだったら、これはほにゃらら美味しかったからまた作ってみたいな、これまた作ってもね嬉しいのよ。これ共感してくれないかな、保護者の方いや分かってくれると思うんだけどな、俺すごいそれ感じる人間で育って、そうだから今回学生のみんながね、もし距離感で迷った時、これはきっとね親子関係だけじゃなくて、これから、まあ、もしね、パートナーがね、彼氏彼女とかねができた時に、パートナーと喧嘩した時とかもいいと思う。ごめんねってことがなかなか言えない時に、なんか身近なもので褒めるというか、思いを伝えるときには、作ってくれたご飯の場面で伝えるって結構やりやすいと思ってて、そうだから覚えておいてくださいで、保護者の方に関しては、まあね、子供が作って美味しかったよっていう場面なかなかないと思うので、これは使えないんですけど、ぜひ、覚えておいていただきたいのは、子供たちはやっぱりまだまだ言っても中学生13歳14歳15歳です。だから、伝え方がまだ上手くないです、これは多分親御さんも分かってると思います。で、伝え方が上手くないので、なかなかね、なんでそういう言い方するんだろうって思うこともあるだろうし、あ、そういうこの場面でこういう一言くれたらよかったのになって思うこともあるかと思うんですが、皆さんが思ってる以上に子供たちって親御さんのことをよく見ていて、思ってる以上に感謝の気持ちを持ってます。それが表現できないだけなんですよ。二者面談を塾講師の時にたくさんやってて思ったことは、どんなにやんちゃな子でも、どんなに普段すんげえ憎まれ口というか生意気な口叩く子でも、やっぱり二人で話していくと感謝の言葉は出てくるんですよね。分かってるんですよ、自分が迷惑をかけてる部分は。だからちょっとこう、首を長くしてはないですけど、どしっと構えて待っててくださると嬉しく思います。で、絶対にやってはいけないことが一つあって、例えば子供たちが何かの機会で素直にありがとうとか、そのご飯をね、美味しかったよっていうことがあった時に、恥ずかしくて茶化しちゃう方いらっしゃるんですよ、その発言を。またまたみたいな。でこれは、90% の確率で、地雷を踏みます。二度と言わなくなります、子供が。だって言っても茶化されるんですもん、頑張って振り絞った思いなのに。なので、子供たちが何かこうポジティブな言葉というかっていうのを届けようとした時には、すごくこうフラットな気持ちで受け取ってくださると、個人的には、第三者ですいません、外野からの意見になっちゃいますが、とても嬉しく思いますので、少しね頭の片隅に、まあそんなこと分かってるよって方も多いと思うんですが、頭の片隅にでも置いておいていただけると嬉しく思います。はい、ということで本日もここまでねお付き合いいただきありがとうございました今の場面も含めて計2回ですかね、カットがちょっと入っちゃってまして、違和感がある部分もあったかもしれませんが、本当ねお付き合いいただきありがとうございました。
来週もね、また何か、テーマ決めて喋っていきますので、よかったら、日曜日のね夜10時ダラダラショーよろしくお願いします。そして今画面にも出てるかもしれませんが、皆さんから Google フォームにいただいた、質問相談に関してはボイシーというアプリの方で、毎日投稿で毎朝朝の6時に、一つ質問に答えるというのを今累計で40日連続ぐらいかなやっておりますので、よかったらねそちらの方もぜひ聞いていただいて、で今チャンネル登録1万人目指して頑張っております。1ヶ月でちょうど1000人ぐらい、聞いていただけるチャンネルになりましたので、ぜひぜひそちらも足を運んでいただけたら幸いです。ではまた来週お会いしましょう。明日からも1週間ねお互い頑張りましょうね。それじゃまたね、バイバイ。